こんにちは、キート楽器の白井俊光です。こちら新製品のご紹介です。白井キートアコースティックドラムスというですね、愛知県豊橋市の白井ミュージックという楽器店、が作ったアコースティックドラムス、まあ普通のドラムセットをエレアコとした場合、アコースティックドラムスというのはどういうものだろうみたいなコンセプトで作ったドラムセットがあります。それはですね、50人ぐらいのキャパシティの会場でドラムにマイクを当てずに、まあ、ボーカルのマイクぐらいの状況で演奏するときにですね、あまりこう音が硬かったりせず、音圧がしっかりとその50人に響くように作ってみようということで作ったのが白井キートアコースティックドラムスです。これは白井キートアコースティックドラムスの新シリーズ、名前をデュコと言います。デュコという、まあ、普段はあまり聞かない言葉だと思うんですけれども、ドラムの中で特に古いドラムでこの色がですね、こう2色に分かれてフェードしているものが多いかなと思うんですけれども、もともときっと、デュポンカラー、トストリオの名前ですねとしてデュコという、ものがあったり、この2色に分かれている2なんですね、例えば3色の場合は トリオとかの3つ、でトリコロールっていう言葉あるじゃないですか、そんな感じで2色なんでデュコみたいな感じなんじゃないかなとかですね、まあ、諸説あるんですけれども、まあ、何でもいいのかなと、ギャグなのかなみたいな感じで思っていますが、僕の中でですね、キート、白井キートは、あえてレインフォースメントもつけずに柔らかいまま、作っているドラムなんですけれども、こちらキートデュコはですね、レインフォースメントが入っている、ここにちょっと厚くなるように木の補強が入っているんですね。それがですね、こう外から見てもデザインとして分かりやすいなと思って、デュコになっていればレインフォースメントが入っているんだなっていうのが分かりやすいかなと思って、一応最初のコンセプトとしては、レインフォースメント入りのものをこのデュコカラーにしようということで考えました。色のバリエーションとしては赤銀赤、そして青銀青、この 2パターンがあります。キートデュコと通常のキートではタムのラグが違います。こちら一体型のラグ、通常のキートこちらですけれども、ラグが上下、別々にセパレートされています。セパレートされたラグだとこのように、ヘッドを貼っていくとこのようにですね、シェルをこう剥がしていくようなこういう力がかかるんですね。で、こちらですとこのように引っ張っていっても下側からも、まあ、下からボルトも、来ているので、この上からの力をこちらの力で相殺して、あまりこうシェルに負担がかからない、シェルに力があまりかからない形になります。そうするとまあシェルの状態もちょっとこうよく、鳴る感じになりがちなんですけれども、もちろんそこはピッチとかですね、いろいろな兼ね合いがあるので一言では言えないんですけれども、まあこの通常の時っていうのは結構鳴るタムになっています。そこもですね、結構キャラとして面白いんじゃないかなと思っています。フロータムやバスドラム、こちらはシェルが深くなります。ここのネジが長くなった場合ですね、深くなって長くなると、このネジがですね、こうちょっとこう斜めになった場合、全体的にこうフープをこう斜めになった場合とかに出てくると、これちゃんとこうまっすぐにして、でヘッドを張っていくっていう形になるんですけど、意外とですね、そのヘッドが安定するまで、時間がかかるなというイメージがありました。なのでまあここの長さがあまり長すぎると、まあちょっとトラブルとか、使いにくさにもつながるなというところで、ギリギリの長さ、12インチと13インチのタムぐらい、深さ8インチぐらいだったらこれでいいだろうということで、今回はこちらの、選択をしました。このようにですね、フロアタムやバスドラムはセパレートで、こちらの方がですね、アタックもはっきり出てくる、感じになりましたので、結果として、まあ、キックやフロアタムというのはしっかりとこう粒が出てほしいという方が多いと思います。タムに関しては人によってその粒が出てほしい人とか伸びてほしい人とかちょっと違ってきますよね。その中でですね、まあ、選択がいろいろとあると思うんですけれども、このままだと結構音が伸びるので
リュコにはですね、オプションでタムホルダーブラケットを付けられるようにしました。これはオーダー時にオプションを、頼んでほしいんですけれども、これを付けるとですね、まあ2タムにしたいときに、まあ、このようにタムをセットして、こっち側にもこのようにタムをセットしてという形で、スタンドタイプのタムホルダーとかでですね、セッティングがしやすくなります。そこはいいところなんですけれども、音としては結構フロータムのように止まる音になってくるので、あの音がこうふくよかに出てほしいという場合にはこれは選択しない方がいいと思います。その場合はですね、まあ、いわゆる市販のリムズを採用してもらったりとか、まあ、通常のワンタムであればこのスタンドで十分自然な鳴り方をしてくれるんじゃないかなと思っています。タムに関してのキャラクター、フロアやバスドラムに関してのキャラクター、通常のキートとですね、いろいろと変えているところというのはあります。バスドラムは20インチに対して深さが14インチということでちょっと深くしています。ちょっとだからやっぱり、僕の狙いである90年代のギターポップみたいな感じ、そういうところを考えると、まあ、ビートっていうのがしっかりと、出た方がいいなということで、通常のキートの音圧、重視のところからちょっとこう音量アタックの始めのところの尖ったところも出るようになっていますね。あとでこのタムホルダーにした場合とタムスタンドにした場合の音の違いというのも聞けるようにしてありますので、オーダーの際こちらですね、まあ自分はリムズの方がいいかなとか、初めにつけちゃった方がいいかなとか、ワンタムで行こうかな、ワンタム2フロアにした方がいいかなとかですね、選択していただけたらと思います。それでは演奏してみます。マイクはこちらとこちら、上から2本で、撮っています。バスドラムのフロントヘッドに穴は開いていませんので、若干アタックの部分ですね、丸いかと思いますけれども、穴を開けるともう少しくっきりすると思います。では聞いてみてください。どうぞ。それでは、このタムホルダーブラケットですね、タマのタムホルダーアタッチメントに対応していますので、それにつけて叩いてみます。どうぞ。はい、では次はですね、標準のこのタムスタンドに乗せて叩いてみます。どうぞ。はい、ということで、白井キータアコースティックドラムスデュコ、単純にアコースティックドラムという感じではなくて、どちらかといえばジャンル的にもネオアコみたいな、ところをちょっと目指しています。なので今までのねキート買った人たちがこっちにすればよかったっていうこともないと思います。選択するときに悩む選択にならないようにというのを今回気をつけました。例えばこのタムホルダーのところですね、スタンドのままでいいという人とこれつけたいという人がですね、あの中途半端に悩むようなことになる結果はやめようということで、しっかり音がトーンって止まる形のブラケット、トーンと音が伸びる形のこの標準スタンドという形で、それはどちらがいいかというのはもう本当にあのどっちにしようかじゃないと思うんですね。あのこっちがいいっていうのが割と決めやすいことだと思います。赤か青かというのもですね、はっきりあの決めやすいんじゃないかなと思います。そしてこのデュコと同じタイミングでシティというドラムセットも出ます。
シティに関してはデュコとはまた違うコンセプト、シライキートアコースティックドラムスを、このデュコをいわゆるネオアコの方向じゃなくて、シライキートアコースティックドラムスとして耐久性を上げた方向ですねというものがあります。なので、キートだとちょっと、シビアすぎるので、もうちょっと、アコースティックだけれども耐久性を持っているドラムセットが欲しいという方ですね、シライキートアコースティックドラムスシティの方もぜひチェックしてみてください。ということで今回、新製品シライキートアコースティックドラムスの、デュコを紹介させていただきました。キート楽器の白井俊光でした。